賛成党ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか。ナオリュンです。令和6年10月27日に衆議院議員選挙が実施されました。神奈川県第11区に賛成党からは恥鹿野博樹さんが立候補され、定数1、立候補者3のところ3番目で落選されました。それでは開票結果を見てみましょう。はい、これですね。当選は小泉進次郎さん、自由民主党。得票率が 70% 以上ですね。そして3番目に、恥鹿野博樹さん。24,718 票。得票率が 13.78% でした。恥鹿野博樹さん、お疲れ様でした。賛成党、頑張れ。ではまたね。ありがとう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメント入力をよろしくお願いいたします。